怒っている時はむしゃむしゃとご飯を食べるヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々ボールパイソンというヘビが怒っている時にご飯を食べるのか、そして食べさせるにはどうすればいいのかお話をしたいと思います。こちらイカれるボールパイソンシナモンヘテロデザートゴースト。お、怒っている。怒りの種類にもよると思うんですけど、怒ってるとヘビが怒ってると活動的にはなるので、攻撃的にはなるので、それを一つの弾みに食べる場合もありますね。これはちょっと揚げてみたいと思います。さあ怒りの鉄拳、はい、さあ千葉のヤンキーみたいな睨み合いを聞かせております。どこ中だと、お前地元どこよと。あんま怒ってない、もしかしてそういう感じ。おっとっとっと、そういう感じ。怒っていても怒っていなくてもこうやって吊り下げてあげると食べることが多いんですけど、あ、なんかこう怒ってるように見えて実は子猫助けちゃう系の木更津ヤンキーだったかもしれません。根は優しいみたいな、争いは好まないみたいな。食べない？食べなかった、食べなかった。イカれるヘビ食べませんでした。お伝えしたいことは、気持ちが落ち着いている時にご飯をあげてねということです。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。